今回発売になる P ラインですね、セフィア G5 になります。 G5 とね大きく書いてあるんで、何が5、5なのかなということなんですが、これ5本寄りの5色マーキングになっています。5本寄りにすることによって、実は4本の P 原子に、中に高比重の繊維を組み込んでおります。これにすることによってですね、従来だいたい P ラインっていうのはよく浮くって言われてましたよね。だいたい 0.9 いくつとかぐらいの P ラインだったんですが、今回非常に比重が高いので水なじみがいいです。最初は浮いてるように見えますけども、一度水に入ってからは早く沈んでくれる。でさらにですね、 G5 のもう一つの5色なんですが、5色にすることによって、例えば3色出たら 30m、2色出たら 20m というふうに分かりやすく、特に棚を吊るディープエギングですね、もしくはメタルスってゲームなんかでは短くですね、例えば10センチ、20センチ、30センチごとにですね、棚を刻みたい時っていうのは1メーターごとにカラーのマーキングもしてありますので、非常に夜であっても昼であっても使いやすいんじゃないかなと思います。例えばこういうカウンターのついてないリールを使用した場合、ラインで棚を見なければいけません。そうなった時に非常にこの視認性の良いカラーを選択して、採用してます。一番最初にラインを巻いた時、だいたいこの釣りだと30m、40m ぐらいっていうところがまあ棚になってくることが多いんですけど、そこの棚のところに一番見やすいカラーが来るようにしてます。当然まあ高切れしてしまったりとかした場合は変わってしまいますけども、見やすさとですね、この比重のこの高さ、これが一番大きなポイントになってます。あー、フォールで止めましたね。おいいサイズ、よいしょー、ふい、来ましたね。元気のいいイカが。ラインナップですけども、 0.5 号、 0.6 号で 0.8 号を1号になっています。非常に細く刻んでますので、こう例えば 0.6 号を使っている方がちょっと細いのを使ってみたいなっていう場合に、例えば 0.5 号にしてる、その辺なんかもね、あの選択の基準に選んでいただけたらなと思います。